今日はどんなに体が硬い人でも1日20分で開脚ができるようになる30日プログラムの中から一部紹介していきたいと思います。体を柔らかくするのに効果的なポイントは3つあります。まず1つ目は呼吸をしっかり意識すること、そして2つ目は伸ばした筋肉を動かすことで、3つ目重力や負荷をかけて筋肉を伸ばすこと、この3つが大事になってきます。では1つ足のストレッチをやっていきます。足をできる限りね、自分ができる限り広げてあげます。膝がこういうふうに曲がってても構いません。でこの足の方を持ってもらって、この状態で今グーッと伸びてる状態ですね、筋肉太ももの裏が突っ張ってるんですが、息を吸いながらこの筋肉をゆすっていきます。どんどんゆすっていきます。で今度吐きながらぐーっと下に伸ばしていきます。そうするとさっきより少し足が前に行きました。でこの状態でまたここの筋肉が張ってますね、突っ張ってるのが分かると思います。この状態からまたゆすっていきます。息を吸いながらゆすって伸びきった筋肉をさらにゆすって伸ばしてあげることで柔らかくなってきます。でまた吐きながらぐーっと下の方まで行きます。そうすると最初膝がつかなかったのがもう膝がつくようになって柔らかくなってるのが分かると思います。でまたここから、ゆすっていくんですが、今度はここはもう少し太ももの裏が伸びたんですが、ふくらはぎの方に突っ張りを感じたとします。まあ人によって違うんですが、自分が突っ張りを感じている部分をゆすってあげて伸ばしていきます。息を吸いながらゆすります。で吐きながら伸ばしますね。また吸いながらゆすっていきます。この時どの部分の筋肉が突っ張っているかを感じるようにして、その筋肉を動かしてあげてください。ただ適当にね、体をゆすってるだけだとほぐれできません。今この辺が突っ張ってるんだったら、この辺の筋肉をゆするように意識して、また吐きます。この要領でどんどんね、今すでに最初この状態だったのにここまで柔らかくなってます。で今やったのはこの裏側だけですね。裏側だけなんですが、内転筋、お尻、そして、体の前の部分、背中の部分、肩の部分、さまざまな部分を